ただいま第1試合場で行われました3回戦の試合結果をお知らせいたします。勝者は三重県田中康介選手、奈良県中村真人選手、愛知県高橋幸樹選手、京都府久保航選手でした。ただいまより第2試合場で準々決勝戦を行います。審判員を紹介いたします。成田豊子、堀田和美、鈴木渉、以上の審判員で行われます。第2試合場で行われました3回戦の試合結果をお知らせいたします。勝者は香川県木村光弘選手、三重県藤田智也選手、愛知県加藤博隆選手、兵庫県増田雅人選手でした。審判員の交代をお知らせいたします。センス豊子、鈴木渉、村上綾、以上の審判員で行われます。第1試合場、審判員の交代をお知らせいたします。小林道恵、高橋東子、葉山直美、以上の審判員で行われます。はい、